それでは、ブックシェルフ型スピーカーの聞き比べ3台目ですね。CAV の、V70WN というね、この薄色の、ね、スピーカーをね、聞いてみようと思います。では、まず同じようにこのスピーカーの概要から説明していこうと思います。これがね、サランネットをはめたところの正面ですね。このフロントバッフル全体が覆われるようなね、ネットがついています。ネットを外すとこういう感じで、まずこの特徴的なね、リボンついたですね。このスピーカーはですね、ペアで7万円少しなんですけども、この価格で本格的なアルミを使ったリボンついたが使われてるっていうのは、他にあまり類がないのじゃないかなと思います。四隅についてるダボにですね、サランネットから出ているプラスチックの突起がはまってネットが取り付けられるようになっています。これが横から見た目なんですけど、角にですね、少し色の濃い木の象眼がはめ込まれていて、仕上げはなかなか美しいです。天然木の突き板仕上げなので、7万いくらっていうのは一本の値段かなって一瞬思うくらい、お買い得感というか、価格以上のね、仕上げの美しさっていうものも持っています。で、奥行きがね、少し深いような方向のエンクロージャーが使われています。はい、端子も非常にしっかりしたものが使われていて、バイワイヤリングに対応して、このね、比較的大きめのバスレフポートが後ろ側に、設けられています。これ底面ですね。これ多分スタンドと結合するための穴だろうと思うんですけれども、特に専用スタンドは用意されていなかったように思います。この写真からもね、四隅に使われている色の違う木のね、象眼っていうのが分かると思います。スペックです。2ウェイバスレフ型、ウーハーの口径はですね、先ほど聞いたダイヤモンド220と同じ 130mm、 ついたがですね、アルミのリボン型ツイターになります。周波数特性なんですけれども、低域が 50Hz と、箱が大きい分220よりも下が伸びます。そして、広域なんですけど、これはやはりリボンなのでね、かなり上まで伸びていて 50kHz っていう広域まで伸びています。クロスオーバー周波数、これもツイターの特性が違うので 4.5kHz と、ダイヤモンドシリーズ210、220に比べて約2倍ぐらいの高さになっています。能率は少し上がって 87dB、 インピーダンスは6オーム、バイワイリング対応、寸法はですね、幅が185、高さが300、この辺はですね、ダイヤモンド220とほとんど同じなんですけど、奥行きがですね、331と長く大きくなっていますね。そして、重量がですね、6.4kg、若干重いです。で、仕上げはですね、このウォールナットっていうか、この薄い色のね、仕上げになっています。そして価格はですね、これだけのスペック、リボンツイターを搭載しながら、7万3000円ペアという非常にリーズナブルな、ね、価格設定になっています。ではね、早速このスピーカーをね、聞いていこうというふうに思います。
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold?
CAV のね V75 ですね、これですね聞いてみました。先ほどね、聞いた、ワフデルのねダイヤモンド220と比べて、まず1曲目、せせらぎはですね、あの音がね、明るいなっていう感じがしましたね。なんかこう日差しがこうさんさんと降り注いでいるような、そして遠くにで鳴いてる鳥の声がですねはっきり聞こえるようになりました。水のねピチャピチャいう音もね少し強くなりましたね。まあ、この辺りリボン型ついたと、通常のねテキスタイルドーム型ついたの違いかなというふうに思います。2曲目の弦楽セレナード、これではね弦の音がねすごい爽やかでくっきりして爽やかで、あと弦の圧力の感じがね強くなりました。で、全般的に、こう音はね大きくなってないんですけど、こう音圧感が強くなって、舞台のすぐそばでね舞台袖で、ステージの音をね、聞いているような雰囲気になりました。3曲目のモナリザですね、これはギターの音はですねちょっとね厚みがね薄くなったかなっていう、ボーカルもそうなんですけど、サシスセーソーの子音がですね、少し強くなった感じがしましたね。またステージにねすごく近いところで演奏を聴いている雰囲気が出てきました。この、ギターが薄くなったのと、ボーカルの中域が少し薄くなったのは、クロスオーバーがですね、だいたい 2.23 キロのダイヤモンドに比べてこれ4キロ超えてるので、ウーハーがかなり高い音までウーハーが出さないといけないので、ウーハー高い音出すのあまり苦手じゃ得意じゃないので、その辺のですねウーハーとこのリボンついたのつながりの部分で若干こうエネルギーのディップがね出たのかなという気もします。でも致命的なものではなくて、それがワフデルに比較してっていう話なので、どちらが正しいということではなくて、これが適正ならばワフデルは出すぎているということになるので、この辺は好みの問題かなというふうに思います。4曲目500マイルズ、これはですねピアノのアタック感が、ね、非常にくっきりしましたね。で、響きはちょっと濁りは感じるんですけど、全般的に音がくっきりして、ボーカルなんかもかなりマイクの近くでね歌ってる感じっていうか、こちらが楽器の近くでね音楽を聴いてるような感じがしました。そして、ピアノのね左手の音がですね、左手の音階がですね210、220に比べてより豊かに分かったように気がします。これはやはり低域の再生周波数がですね220の56から 50Hz に下がったのことが効いているんじゃないかなと思います。最後の新世界なんですけど、これは細かいね弦のね響きまでね目に見えるように再現されました。非常に明瞭度が高いですね。金管もくっきりはっきりして、それぞれの音が本当に綺麗にね一つずつ分離したように思います。また音がね大きくなった時と小さくなった時のその差がねダイナミックレンジっていうんですけど、その差がより大きくね感じられたように思いました。そういうねダイヤモンドの210、220とこのスピーカーは明らかに個性が違うっていうことが感じ取れたように思います。